じゃあお願いします、はい、後半ですね。後半戦、はい、そう前半戦は辻さんの、はいはい、YouTube でちょっと出してもらって、はい、結構ねいろいろグレーな、ねね、話から結構ぶっ込みましたからね。ぶっ込んでめっちゃぶっ込んでくるなと思って、はい、確かに確かに利益とか全部入れてくるし、はい、辻啓太さんね、やっと俺ね、はい、ちょっとマジ嬉しくて、はい、そう本当共通の知り合いが多かったから、はいはい、YouTube とか SNS とかよくね拝見したんですよ、はい、出てきますもんね。そう、はい、で年も一緒で、はい、いつか俺会うだろうなと思ってて、はいはい、それなんかねひょんなことで、はい、そう会うことになってコラボしようみたいになってちょっと嬉しいんですよ、はい、僕も嬉しいですよ。ありがとうございます。本当同級生でめちゃくちゃやれてる、はい、だって今メインは美容、まあ、美容ですね。業界ですね。はい、フランチャイズ合わせて110ぐらいですかね。今110店舗ぐらいで110店舗しかも2年間で。そうなんですよ、2年なんですよ、これが。だからそれすげえなと思って、はい、今本部は直営店は何軒？直営店で40店舗ぐらいです。でフランチャイズで60、70ぐらいですね今。すごっ。東京、大阪が多いですか？もう全国ありますね。群馬は、あ、ホワイトニングでフランチャイズあるね、1個だけ。あ、そうなんだ。ありますね。群馬増やしてください。頑張ります。だってもうネギ社長の力で、うん、群馬なんかもう大丈夫ですよありがとうございます、はい、私に任せる。ありがとうございます。ありがとうございます。なんでほぼないとこはないと思いますね。しかもか辻さんもね、もともと夜を、そうですよ、スカウトとね、はい、キャッチとキャバクラとガールズバー、ラウンジ全部しました。10件ぐらいやってたんですよね、キャバクラやってました。それすごいなと思って、その時のスカウトの、いや、キャッチは僕もともと大学福岡じゃないですか、はいはいはい、で野球やってたんで、うん、で大阪に戻ってきて南の町に初めて22歳で初めて大阪に南に出たんですよ、うん、うわここってすげえなと思ったんですよ。可愛い子めっちゃ歩いてるし、はいはいはい、めっちゃ声かけられるし、うん、グリコあるし、うん、なんかその悪そうなやつらめっちゃ歩いてるし、あめっちゃいるめっちゃいる、うわこれ南の帝王やみたいな感じで憧れて、うん、うわ俺ここで仕事したいと思ってそこ面接の時に行って、じゃあキャッチやるって言われて、うん、その日からキャッチやって、あれよこれよという間に、うん、今日キャッチも束ねたりとか、結局キャバクラも5店舗ぐらいで、バーとか全部合わせると10店舗ぐらい南の街でやれるようになって、あれももうほんまに毎日一生懸命キャッチやって、で僕ね大学生やったんですよ、はい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 、で初月の給料60万あったんですよ。で就職決まってたんですよ僕4月に。もちろん僕営業会社に決まってました、一部上場企業すごい。そうです、一部上場企業のに決まってたんですよ、うん、でそれが60万もらえるわけですよ、うん、で手取り25万ですよ、うん、手取りというか、まあ、給付が25万ですよ、うん、手取りだから21万とかですかね、はいはいはい、一部上場企業に就職したら、うん、3ヶ月分じゃないですか、行けなくなったんですよ。あでもその選択すごいですよ、はい、やっぱりそれもほとんどの人はね、まあそうですね、そうですね、安定という、はい、安定じゃないのにね、まあ、そっち取れないんですか。だって大学まで野球やらせてもらって、うん、就職先キャッチってやばいじゃないですか、うん、でも確かにやばくないですか、お母さんからあんた何言ってんのみたいな感じじゃないですか。確かに確かに。でもまあ結局それキャッチそのままやることになって、うん、でそこからあれよあれよと、まあ、24とか5ぐらいで自分の店出して、はい、で26とかぐらいにはもう10店舗ぐらいやってましたね。何歳ぐらいで辞めたんですか。28ぐらいでもう夜は辞めました。じゃあわりかし最近まで、はい、俺のチャンネルって結構水商売をやりたい、起業したいって人がめっちゃ多いんですよ。でも俺思うんですけど、やっぱり水商売自分がやってみて、はい、ここまで展開して、はい、やっぱりそこでキャッシュ作って、うんうん、その先考えておかないといけない、はい、だからその次に行くためのステップとして資金集めるのにはめちゃくちゃいいツールだなと思ってて、めっちゃいいと思います。そうそうそう、はい、僕キャバクラやってる人って僕何でもできると思うんですよ、うん、僕の周りも尊敬してる人いっぱいいるんですけど、うん、キャバクラやってます、うん、エースファクトリーの綾田社長、はい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 、東京の三谷会長っているんですけど、あ、はい、うん、聞いたことある、はいはい、かもキャバクラやって飲み屋やって、飲み屋の人って人間力めちゃめちゃ高くないですか、うん、高いですね、はい、だってお金持ち来るんですから、うん、誰よりもシビアにならないといけないと思うんですよ、うん、だから人間力めちゃめちゃあるんで、水商売ってみんなバカにしますけど、水商売やれる人は何でもできますよ、うん、僕も水商売ですもん、だって、はい、言われましたもん、だってお前大学まで出してもらって水商売するのって言われましたけど、うん、関係ないじゃないですか、うん、やっぱ水商売に誇り持ってちゃんとやってる人と、うん、ただそうでない人たちが多いのもやっぱ事実で、やっぱりこの適当にやってる人たちも多いから、うん、そうに見られがちだけど、はい、すごくさっき言ったように俺綾田社長とか人間力めちゃくちゃやばいですよね。やばいっす。俺この間の松浦さん ABEX の、はい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 、電話の方が TikTok に流れてて、あ流れてましたね。俺神かと思いました。あれみんな言ってますね。あれ僕みんな言ってます。かっこよかったっすよね。俺だったら多分逆切りしてる。あそうっすよね、絶対すごいな、うん、かっこいいっすね。子供だから、はい、そこはちょっとあれしてもらって、はい、すごいな。いやかっこよかった。あれみんな言うね、うん、あれかっこよかったね、あの対応。なんかあんなっちゃうと綾田社長の方がなんか上じゃない、まあ、そうなりますよね、一枚上手じゃないみたいな、はいはい、思った、うん、あれも120点の回答っすよね、うん、できました。僕が逆やったんですか、うん、絶対できないね絶対できないまだ俺たち子供だから、はい、そうまだ、ね、32歳なんで、まあ、絶対できないです。そっか、だから
水商売でいろいろ培った人脈だったりとかをこのも全部生かして、はいはい、で今も、ね、美容業界で、はい、すごいな。いやめっちゃ生きてますよ、うん。まあ、そもそもキャッチをめっちゃ生きてますね。やっぱり僕らってこう歩いてる人に声かけるわけで1分とか10秒で行き先を振り返らないといけないので、うん、やっぱ交渉術もありますし、でかける人の見分け方、あこの人ゆっくり歩いてるなとか、うん、早歩きやから急いでるなとか、グリコ見てたら絶対地方やなとか、いろんなあるわけですよ。で地方客は絶対行けるわけですよ。やっぱり普通のキャッチってお兄さん飲み屋いかがですかって言うわけですよ、はいはい、で僕って絶対言わなくて、うん、飲み屋って絶対言わないんですよ、うん、僕の場合はあのグリコとか撮ってる人に写真撮ってるじゃないですか、うん、で写真って友達同士だったら撮れないじゃないですか、うん、だからその人らに写真撮りましょうかって言うんですよ。でまず与えるんですよ、はいはいはい、あで行きますね、あすごいいいですね、あーって、あーあーどうぞっつって、どこ行かれるんですかって言うんですよ。なるほど、地方ですよねって、うん、任せてください。まあね、グリコの前で写真撮ってますからね。そうです、でもそれにみんな気づけないんですよ。だそういうところからやっぱりこう、あこの人は今何求めてるんやろっていうのをすごい、飲み屋さんも一緒じゃないですか、うんうん、この人楽しんでるかなとか、どういう女の子が好きなのとか、こう分析しないとやっぱ売れないんですよ、うん、そうそうそう、はい、本当にそうなんですよ。だからそれと一緒で僕はそれは本当に培いましたね、はい、やってよかったですね。人の心読めないとね、うん、絶対無理です、全然成立しないんですが、はい、結構水商売簡単に考えてる人多いけど、あ多いですよね、多いですね、めちゃくちゃ難しいですから、難しいですよね、うんうん、奥が深いし、はい、でお金使う人ってやっぱシビアじゃないですか、うん、ちょっとしたことでこうね、気が悪くなったりするじゃないですか。お金持ちって何でも使うんじゃなくて使うところめっちゃ選んでますから、ね、絶対そうですよ。だからそれを分からずにケチって言ってるやつはバカですよね、うん、経営者はケチなんじゃなくて、そうなんですよ、お前がお金使われる価値がないんだろっていう、うん、そう、それもこいつドリンクもいっぱいも出したくねえなってやつ、うん、いますもんね、うん、います、そしたら出さないですもんね、うん、やっぱりね、そう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 、だいつ金使わないで帰ったって言われてもね、そうそうそう、うん、いやお前に使う価値ねえからだろう、うん、そうそうそう、うん、俺だって使うときは使うもんってね、うん、なるほどね、うん、で美容業界で俺は100店舗って、はい、しかも2年って驚異的なスピード、うん、コロナ後ですね、はい、コロナ後に、はい、でコロナが多分後押ししてね、そうですね、逆にだから、うん、今ねこういう世の中でまあ、うん、言い方をもうまっすぐに言うと、やっぱコロナが来てよかったなと思います、うん、僕の中ではね、うん、来た当時は、うん、僕実は緊急事態宣言の4月出ましたよね、うん、はい、4月6日誕生日で4月7日に緊急事態宣言出てるんです、うん、今でも覚えてるんですよ、はいはいはい、で僕そのタイミングでコロナになってるんですよ、うん、でもぐちゃぐちゃっすよ、うん、そんな早く、はい、はい、まだ5人とかの時に、でもぐちゃぐちゃっすよ、僕の中ではもう全部がうまくいかない、うん、僕その月1億2000万赤字出てるんですよ、会社で。で僕起業してきてその時6年7年目で、うん、1月は赤字の月出したことなかったんですよ、うん、オープン一緒だ、一緒ですか、オープン以来一緒で初めての赤字が1億2000万来たんですよ。1億2000万はちょっと、はい、いややばいでしょ、うん、でまあもちろん金融機関から急いで借り入れて、まあコロナ融資って枠があったんで、うん、結構僕らは売上は高かったんで借りれたんで、はいはいはい、で借りてまあその月だけやったんで、うん、耐えれましたけど、うん、あの時はほんまに行っても地獄、うんうん、戻っても地獄、うん、要は店を閉めるのにもお金かかる、半年間閉めれない、空家賃で閉めるにも閉めれない、もうだからどこ行ってももう、うん、あ終わった。だから僕初めて自分に自信家なんですよ、多分根岸社長もそうだったんですけど、うん、はいはいはい、自信持ってると思うんですね、うん、で僕その時に初めて、あこれは過信だったんだって、人ってこうやって終わっていくんだっていうのは思いました。しかもウイルスだから、はい、いつまで続くか分からないし、あの時保証とか何もなかったですから、ね、なかったです。あと誰も悪くないんですよ、うん、誰も悪くないですよ。誰か悪かったら僕らって軌道修正するじゃないですか、うん、あこいつがんやなと、こいつじゃちょっと外そうかとか、うん、外そうかね、はい、こいつちょっと怒ろうかとか、いろいろあるじゃないですか、うん、でもコロナってもう誰も悪くないから、うん、何も文句言えないんですよ、何も修正するところがないんですよ、うん、だからもうあれは本当に苦しかったですね。でもそっからのこれが、そうなんですよ。だから僕は思ったのは、なんかよく言葉であるじゃないですか、うん、高く飛ぶにはしゃがまないといけない、はいはいはい、うん、これほんまやなと思いました、うん、その時目いっぱいしゃがんだんでしょう、もうしゃがみすぎても潜ってましたね多分。ちなみに今大丈夫だったらグループ結構いろいろやってるじゃないですか。やってます。美容業界と、美容業界、保険の代理店もやってますし、不動産もやってますし、次無人販売店の事業とか、まあ、飲食もまだやってます。あとは時計買取店も、あこの2つ、はい、会社でいうと12個あるんですかね。じゃすごいバイタリティですよね。自分でも何やってるかあんまりわからないです、うん、俺もそっちのタイプだからいろんなやりたくなっちゃって。そうですよね。でもそっちの方がわかんないと思います。いや僕本当わかんないですね。だから自分の店どこにあるかもわかんないです。今グループ全体でグループ年商的なのは、年商は30億ぐらいですね。前期で、前期で30億ぐらいです、はい、最高月収、最高月収か、的な最高月収って最高利益ですよね。あ最高利益、そうですね、会社とね。えでも僕マックスは昔っすよ。嘘、はい、居酒屋とかやってる時じゃないですかね。そっか、居酒屋もだってすごかったですもんね、はい、50店舗あったんで、で12月なんて
入れ食い、どこの店も入らない、とりあえず入れて入れてっていう時なんで、うん、あの時は月で言うと12月やったら5000円ぐらい利益出たと思うんですよ。あれ、これ、俺さっき聞かれたじゃないですか、辻さんの動画にさも出てるんでしょ、俺のカットしてるとか恥ずかしいから。そうなんです、5000円ぐらいは利益出てましたね、月単発ですね。で、今は正直どれぐらい出てるか分かんないです、会社ありすぎて、で株も僕がマックスの会社もあれば、うん、50% のところもあれば 30%、例えば利益1000万出たとしても 30% やったら300万だし、うん、だからもうそこ計算してないんですよ、うん、もうずっとそこに会社にあって、そこの会社をバイアウトするとか、うん、内部留保してるんで、うん、もう今は利益いくらか分かんない。バイアウト考えた作り方とかなわけですもんね、はい、だから取んないし、ね、取らないです、うん、1円も取らないんで、確かに確かに、はい、で何人かでやってるところもあるから、みんなのお金なんで、うん、僕がどれぐらい配当あるかとかは正直今分かんないです、うん、いやでもオンラインサロンもやってるじゃないですか、はい、俺もね、一回ね、やろうと思ったことがあるんです、はい、で、3万円でした、ね、3万円、8000円のコース、3万円のコース、20万円のコースあります。3万円から辻さんに会えるんですもんね、はい、そうです、1ヶ月に1回、はい、2、30分みたいな、はい、それ、何人ぐらいいるんですか、3万円のコースは400人ぐらいです。全部合わせたら、全部合わせると600ぐらいじゃないですか、600弱ぐらい、600人よ、はい、それすごいコミュニティですよね。そうっすよね、600人だって辻さんに会えるのももちろんそうだけど、自分以外に599人のコミュニティができるんですもんね。そういうことです、それめっちゃ強いなと。それが一番の出会いになると思うんで、それ3万円、月3万円のサブスクって考えると高そうに聞こえるけど安いですもんね。あ、僕安いです。普通その人脈だって作れないもん、はい、3万円じゃもっとかかる、自分じゃ絶対作れないん、うん、絶対無理、絶対無理、はいはい、今日俺が呼んでもらったここもそのあれですもんね、オンラインサロンの人たちが自由に使える。そうなんですよ、なんか大阪と東京でコミュニティスペースがあって、うん、でそれこそ大阪のコミュニティスペースあるんですよ、同じように、はいはいはい、あるんですけど、これは先ほど言われた綾田社長がいるじゃないですか、うん、エースのキャバクラで言うとトップですよね、がくれました。くれた、はい、プレゼントしてくれました。あげたいと思う人なんですよ。いやいや嬉しいです、うん、本当にね、オンラインサロン絶対やった方がいいです、絶対やった。これは、うん、もうネギ社長お金も持ってはると思うんで、はい、ちゃんとしたこのもう収入があるわけじゃないですか、うん、毎月入ってくる収入があるわけじゃないですか、はいはいはい、だからお金目的でやるんじゃなくて、うん、もちろんビジネスとしてでもお金は儲けないといけないんで、うん、これで何かできるじゃないですか、またオンラインサロンのためにこういうとこ作ったりとかできると思うんで、うん、でもやっぱり根岸社長のノウハウを知りたい人って絶対いると思うんですよ、うん、そうなんですよ、だから結構問い合わせ本当にいただくんですけど、はいはい、まあ、全部断っちゃってて、はい、それもったいなくないですか、お金じゃなくて、いやそう、それは本当に根岸社長が教えることによって多分根岸社長またパワーアップしますし、うん、教える力がもっとつくじゃないですか、うん、し向こうもやっぱりこう本気で根岸社長に来てる人もいると思うんですよ、うん、その人らの将来のことも考えると、なんかそれこそ前澤さんって今そういう活動してるじゃないですか、うん、やると僕は根岸社長のオンラインサロンはなんか若い子のためにもやってあげてほしいなとか思いますね、うん、だからやり方とかもね、はい、教えてくれます？あ、僕全然教えてくれないどこから来ますそのバイタリティ？僕はやっぱりなんか人生後悔したくないっていうのと、うん、まあ人にモテたい、人に愛されたいの人生の方がかっこいいと思うんですよ、うん、僕お金だけ持つよりも、うん、人も稼いだ方がいいと思うんで、はい、僕そこですね、うん、別に人に好かれたいと思ってるんじゃなくて、大好きな人を幸せにしたい、自分の身近に、はい、誰でもじゃないです、はい、そう、俺もね、誰でも無理、無理っすよ、そう、うん、無理っす、とにかくもう自分の周りにいる人たちだけ何があっても守る、うんうんうん、そうじゃない人たちには、そうじゃない人たち、その周り誰かいるでしょうみたいなね、助けてくれる人で、俺じゃなくていいじゃんみたいなね、うんうん、根岸社長、先ほどからもずっと、ね、雑談から喋らせてもらってるんだけど、うん、めっちゃ似てるの、考え方が、俺も本当に、本当に似てますね、感覚、羽、うん、本能タイプですよね、そうです、本能のまま生きるみたいな、うん、だから感覚って一番のロジックだと思うんですよ、うん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 、今まで33年間、僕ら生きてきて、こう、 うまくいったこともうまくいかなかったこともあって、うん、それのすべての経験の感覚じゃないですか、うん、じゃあ、間違ってないと思うんですよ、自分の感覚信じた方がいいですよね、絶対そうです。俺あと1個聞きたいのが、はい、ナイトビジネスを言ってたじゃないですか、うん、はい、の FC 展開って可能だと思います、はい、僕可能だと思いますね。辻さんとは導入やります、名前を使うっていうよりかは、うん、なんかフランチャイズって僕2つあると思ってて、うん、仕組みを売るのか看板を貸すのかだと思ってて、はいはいはい、うん、でも、うん、看板を貸すって僕難しいと思うんですよ、そうなの、水商売やね、ですよね、商品が人になっちゃうから、はい、そうなんですよ、そう絶対無理だと思うんですよ、うん、でかとなると仕組みを売るパッケージで名前をおまけで付けさせてあげる、うん、で仲間感を出して協力するっていう風なんだったら僕は可能だと思うんで、だから、まあ、フランチャイズっていう名のコンサルみたいな、なるほどなるほど、はい、とかお酒とかシャンパンとか仕入れが強いと思うんで、そういうとこでも得させてあげたりとか、うん、あと SNS とかね、使って広告だったりとか、広告とかやり方とか教えあげたり、うん、売ってあげたりとかする、そこで付加価値をつける、この看板をつけてくれる代わりにここはするよって、うん、ただこの看板だけではもちろん商品が人だからお客さんは来ないよっていうのを最初に説明してあげて、うん、ただ仕組みは全部教えるからって、
給料体制からっていうのはめちゃめちゃあると思うんですよ、僕は。なるほど、はい、でこれ見てる人とか水商売でね、はい、自分が本体作って FC 展開してもいいし、うんうん、IFC で加盟してこうやり方もあるんだっていうのはね、見てかなり勉強になりました。はい、僕 FC 最初加盟した方が絶対いいと思うんですよ、うん、あの未経験の人はね。そう、はい、あのやり方絶対分かんないんで、うん、はっきり言って、うんうん、そうなんですよ、はい、それで盗んだ方がいいです絶対、うん、それで例えば何百万余分にかかったとしても、はい、すぐ取り返せますもん。あ、もう絶対取り返せます水商売の、うん、もう絶対そう、その金額は、はい、それもやっぱ学びなんで、うん、絶対にやった方がいいです、うん、辻さんだったらそうに展開して。あ、僕絶対そうですね、僕だったらそうしますね。最後に俺一番気になるのが、はい、今後の展望というか、はい、あ、どうなっていくんですか。僕はいつも言ってるんですけど、なんか何歳までにこれをしたいとかないんですよ、うん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 、なんで、うん、一日一日を全力で後悔のないように生きるっていうことしか僕は思ってないんで、だからそれがでもなんか多分想像してない自分を作る唯一の方法じゃないかなっていうのを信じてるんですよ、うん、例えば僕が22歳でキャッチあった時に11年後に今の自分を想像してなかったですし、うんうん、ってことは40になった時の自分も想像できないし、まあ、想像以上には生きたいなと思うんですけど、だからなんか本当に毎日を後悔ないように生きるっていうことだけですね。高橋さん、やっぱめっちゃ似てるよね。俺まじで今日だけ本気みたいな。もう今日だけ本気みたいな。あ、一緒っすね。明日はいいやみたいな感じです、はい、僕も明日になったら今日だけ本気みたいな、はい、僕もそれを毎日やるだけだと思う。授業にもそう言ってんですよ、はい、今日だけ本気でやってみたいな、はい、明日いいからみたいな、うん、なんか先のことを考えるとしんどくなりません、うん、しんどくなるんですよね。思ったようにいかないんでね、絶対そうなんですよ。そう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 、うん、だから今日は今日、明日は明日、明後日は明後日、とりあえず頑張っていきようみたいな、生き抜くってやっぱしんどいから、先のことを考えるよりはまあ僕はそっちの方がいいかなと思いますね、うん。めっちゃ楽しかった、はい、これ見てる人は、はい、多分辻さんのことも絶対知ってるんですよ。総的に多分知ってるんですよ、はい、あ、はい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 、だからここ繋がったかみたいな感じだと思うんですよ、はい、いや嬉しいですね、やっぱ同世代盛り上げたいですね。そうそうそう、だから、はい、友達になっちゃった、友達になりましょうみたいな、はい、ちょっと本当友達だから、これからどんどんすごくなると置いていかないでください。いや、もうやめてください。そんな本当に、はい、ほんでも同級生でいないからね、本当に。で今お話聞いてたら多分浪費とかするタイプじゃないし、僕も一緒なんですよ。だから、はい、だからなんか価値観も合うかなと思って、うん、なんか派手に飲む人いません、ね、パンパンパン、そうそうそう、僕そういうのあんまり、まあ、酒も飲まないしね、はい、そもそも。そうなんですよ。そう、ただまあ付き合いとか、うん、好きやから応援するのお金は払うけど、うん、自分の私利私欲には使わないんで。そう、俺も本当に応援する、この人のなんか特別な引退の日とか、はい、そうですね、そこだけですね。そう、本当にお世話になってる人の誕生日とかだったりとかにしか使わない、うん、僕もそこですね。でそこまでもはい、ぜひよろしくお願いします。はい、友達、友達、ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。